レールジェット及びレールジェットエクスプレスは BB 旅客交通株式会社などが運行する国際優等列車の種別で2008年12月に運行を開始した。オーストリアを代表する高速旅客列車として同国内及び周辺各国の主要都市を結んでいる。レールジェット運行路線図試験塗装の1016系、電気機関車試験塗装の1 1 1 6系電気、 機関車オーストリアの国鉄系旅客列車運行事業者である BB 旅客交通株式会社が欧州鉄道網の要衝である地の利を活かしユーロシティなど従来の国際優等列車よりも所要時間を短縮し車内サービスを大幅に向上した新しい国際優等列車として開発した列車種別である BB 旅客交通及びチェコ鉄道が保有する専用編成は 最高尾をプッシュプル運転用制御客車とした7両編成のシーメンス製ビアッジオコンフォルト形客車で営業最高速度は時速 230km である。同社製のユーロスプリンター形汎用電気機関車を牽引機に指定しているがディーゼル機関車による運用も可能である。種別はレールジェットとオーストリア国内の停車駅をさらに削減した。 速達系のレールジェットエクスプレスの2種があり、現在は国際運用の大半がレールジェットエクスプレスである。オーストリア、ドイツ、スイス、ハンガリー、チェコ、スロバキア、イタリア各国の国鉄系旅客列車運行事業者が運行し、BB 旅客交通の訓練センターなどで教育訓練を受け、1116系。 または1216軽電気機関車の操縦者資格を得た各国運行事業者所属の機関士が所管する当該国の国鉄船内で乗務している。鮮やかなブルーの D レイルジェットシックなワインレッドの BB レイルジェットプレゼンテーションを行うスピリット・オブ・プラハ客席には初めて三クラス製を採用。列車名に合わせて小文字で表現されるのが特徴でビジネス。 ファースト、エコノミーの各クラスを設定した。上位2種のクラスでは、レイルジェット登場に合わせて、ターミナル駅に設置されたクラブラウンジを利用することができ、さらに食堂からのケータリングをはじめとするシートサービスが用意されている。また、発見時に利用区間を指定できる、任意予約制を採用しているが、2014年から一部路線で全席指定化が実施された。 固定編成の概念を導入、客車と機関車で統一したデザインが採用され、電車のように編成の前後で同じスタイルに見えるよう考慮されている。そのため端部に来る制御客車は機関車と共通性を持たせた全面形状となっている。この制御客車に設けられた運転室から遠隔操作することで、機関車が客車を押す形で走行するペンデル続く方式を可能とした。 進行方向が変わる場合でも機関車を付け替える。必要がなくなり、折り返し時間の短縮に貢献している。また、総括制御用の回路を客車に引き通すことで、編成丸ごとの充電運転にも対応している。カラーリングは、ワインレッドを基調として、屋根に濃いグレー、腰板から床下にかけて3色の異なるグレーを配し、総庫は明るいレッドで引き立ている。一方、 2014年から登場した D 編成では全体がノータンブルーになり屋根の立ち上がりと腰板をホワイトにするなど近年の D 標準色を踏襲したものとなった塗り分けは機関車にも共通で採用され編成を組む際に側面のラインが一致するようデザインされている 使用機関車は2電源の1116型のみであったが、チェコでの運用開始を機に3電源の1216型を加えて現在に至っている。これらはタウルスと呼ばれる形式であり、細かな差異を除いて、ほぼ同一の外観を持っている。BB の客車と機関車の一部には相性が付けられており、運転室付近の車体側面にスピリットオブと小さく表示されているものがある。 ザルツブルク、リンズ、ビエンナなどに混じり、最終増備車である、第51編成には、レイルジェット51、2013年4月に、チェコ国内でプレゼンテーションを行った1216型229号機には、スピリット・オブ・プラハの愛称が特別に、与えられている、グレー基調の BB 車内、ブルー基調の D 車内、BB 編成が、グレートーンを基調としたシックで、 モダンなイメージなのに対し、D 編成では、エコノミークラスが、ブルー系になるなど異なるインテリアデザインを採用している。車内には、通路部分の天井をはじめ出入り口の壁面など80カ所に、ディスプレイが設置され、停車駅や、現在位置をはじめとする案内情報を表示。またすべての座席にコンセントを備えており、Wi-Fi によるインターネットを無料で利用できる。座席数は、 BB 編成がビジネス16席、ファースト76席、エコノミー316席で、レストランは14席である。一方、D 編成ではレストランを除いて大幅な変更が加えられており、ビジネス6席、ファースト42席、エコノミー384席で、加えて荷物室の10席が計上されており、収容力を重視した構成となっている。いずれの座席も、 固定式で進行方向に合わせて向きを変えることはできない。一等座席では両クラスともにウェルカムサービスとしてドリンクやスナック、新、これらのシートサービスは以前はプレミアムクラスのみの設定で無料であったビジネスクラスビジネスオープンサロンとドアのないコンパートメントを組み合わせたセミコンパートメントタイプの一等ビジネス座席。独立したヘッドレストや レッグレストを持った大型の電動リクライニングシートが備わり、コンパートメント部分では向かい合う相手と足が当たらないよう、枕木方向に半分ずつオフセットして配置されている。BB 社ではビジネスクラスとの間にレストランを補助する小型ギャレーを備え、ウェルカムサービスに使用する、ファーストクラスファーストオープンサロンタイプの一等、座席、ヘッドレスト部分の大きい革張りのリクライニングシートが、 横2列プラス1列で配置され、各座席は独立。シートピッチにも大きな余裕を持たせている。その他の細かな設備は2等車とほぼ同じ。座席配列の都合上、通路は一方に偏っているが、間仕切り部分の道プラス1列の配列にして、中央に遷移させている箇所もある。車椅子仕様での乗車を考慮したバリアフリー区画が存在する。 またビジネスクラスと隣り合う区画はサイレンスルームに設定されている。エコノミークラスエコノミーオープンサロンタイプの2等座席。中央に通路があり、2人掛けの固定式、クロスシートが横2列プラス2列で配される。欧州で標準的な集団見合い式を複数組み合わせた形態で、向かい合わせとなる区画にはスライド式のテーブルを設けている。 逆に背中合わせの部分にはスペースを取って荷物棚を設けた箇所がいくつかある。レストラン、レストラン編成中に一箇所存在するビューフェタイプの教食スペース。カウンター部分は円弧状になっている。以前はビストロと称する立食形式であったが、クラス再編に伴い改装が進められ、テーブル席の採用で名称も変わった。本格的な厨房設備を備えており、 ケータリング時にも器に盛り付けた状態で運ばれてくる。テーブル席は二人掛けと四人掛けがあり、着席して食事が楽しめる。他にもオープンカウンタータイプの乗務員室、インフォーポイント、わずかなスペースを利用した子供用の区画などがある。子供用区画はさながら映画館のような階段床になっており、壁面に取り付けた液晶テレビでアニメを放映している。また D 編成には、10分の自転車や、 大型蛍光品を積載できる荷物室を端部に備えた車両がある。自転車積載については利用者の要望が多く、BB でも6台分の積載スペースを確保するよう改造されることが決まっている。2005年4月に最初の発注がシーメンスに対して行われた。牽引用の電気機関車は当時、同じくシーメンスで量産が続けられていた繁ヨーロッパ機関車タウルスに決定され、 客車ともども最高速度時速 230km を実現。複数の電源に対応する汎用機関車を用いることにより、国境付近で付け替えせずに直通運転が可能となった。2008年7月には一部車両を回収しての高速試験で時速 275km を記録している。列車の本格登場に先立ち2007年。 塗色を検討するため3両の機関車に対して試験塗装が施され、それぞれシルバーベース2種とワインレッドベースに塗り替えられた。その中から投票により、1116型のワインレッドが採用された。なお1016型は、レイルジェットの営業運転には使われておらず、もっぱら PR 役であった。運行開始までに23本が出揃ったが、 さらに2007年10月には契約オプション行使により44本の追加発注が行われた。そのうち16本は2010年10月に2度目のオプション行使でキャンセルとなっている。このキャンセル分を活用し、チェコ鉄道がスーパーシティに次ぐ特急列車網の拡張を図るべく、2012年8月にシーメンスへ発注したものが B レイルジェットである BBE と比べ、 蘇生変更により二等席が増強されるなどの違いがある。BB 編成は2012年中に最終車両が落成し、総数357両となっている。一方、D 編成は2014年初頭より順次落成。5月からは既存の IC や EC を置き換えて、すでに運用が始まっていた。2014年12月よりレールジェットとして正式運用を。 通常は、電気機関車に専用客車7両をつないだ8両編成で営業する。客車は基本的には組み替えないが、増減は可能であり、試運転では異なる編成も見られる。以下、営業時の編成を示す。BB レイルジェット運行ルートによりいずれかが担当。原則、運行途中の付け替えはない。エコノミークラスの中間車、機関車との連結側には貫通路がなく、 連結キーも前後で異なるため必ずこの位置に組み込まれる。上降口は機関車との連結側のみ設置し、反対側は荷物置き場。トイレも1箇所のみに減らされている。子供用区画を要するエコノミークラスの中間車。編成中最も多く組み込まれ、上降口は両端にある。トイレは片側に2箇所。同乗、同乗。 ファーストクラスとレストランを合わせ持つ中間車。乗降口は一箇所でバリアフリー対応しており、補助リフトや大型トイレ、間隔を広く取った座席など車椅子仕様での乗車を考慮とした作りになっている。食堂区画は車両のおよそ1、2、一端にはインフォポイントがあり、編成のようとなっている。ファーストクラスの中間車。BBE のみの形式で乗降口は両端にある。 トイレは片側に2カ所、ビジネスクラスとファーストクラスを合わせ持ち、一旦に運転室を備える制御車。上行口は両端にあるが室内構造に合わせ、クラス別の案内表記となっている、レストランを補助する小型ギャレーを設置。トイレはビジネスクラス側に1カ所のみ、D レールジェット D 編成用に塗装を揃えた、BB からの貸し出し車両。エコノミークラスの中間車。詳細は、 bb の同型車を参照。ただし荷物置き場とは別に荷物室を新たに設けたため、定員は少ない。エコノミークラスの中間車。詳細は bb の同型車を参照。同乗、同乗、同乗。ファーストクラスとレストランを合わせ持つ中間車。詳細は bb の同型車を参照。ビジネスクラスとファーストクラスを合わせ持ち、一旦に運転室を備える制御車。 BB 車両と比べ、ファーストクラス席はおよそ3倍に増え、ビジネスクラス席は半分以下に減らされた。隣の車両にレストランがあるため補助ギャレーも配されている。ブダペスト東駅で、束の間の急速8時間の長旅を終える難所、ゼメリング峠を行く、運行路線の制約上、従来から運転されている IC や EC と比べて、所要時間に大きな差はなく、 それぞれ10から30分程度の短縮である。BB では今後、線路改良を進めて、時速 220km 以上での走行区間を増やす計画になっている。保安装置が各国の鉄道で異なるため、オーストリア国内で常用するもの以外は一部編成のみに搭載されている。そのうち ETOX が2012年12月以降、ウィーン・ザンクトペール転換で導入されたため、 全編成を E トックスレベル2に対応させている。ドイツ・オーストリア・ハンガリーとを結ぶ。で、2008年12月14日、ダイヤ改正より運転を開始し、当初はミュンヘン・ブダペスト便とウィーン・ブダペスト便の2往復体制であった。ミュンヘンでアイスと接続を取ることにより、ドイツ国内との連携を強化している。2011年のダイヤ改正で週末に、 フランクフルトへ直通する便を設定。さらにオンシーズンの土曜日のみ、温泉地として、有名なビースバーデンからの始発便も設定された。また2012年12月のダイヤ改正より、ドイツ国内での速度向上が図られ、時速 230km 運転を開始している。オーストリア国内または、オーストリアとスイスを結ぶ路線で、ビーン・インスブルック間は2009年6月から、 ソレイ以前は、同年12月からレイルジェットによる運転を開始した。線路の改良が進められていて、時速 230km で走行可能な区間も存在。ダイヤ改正ごとに所要時間が少しずつ短縮されている。チェコ及びオーストリア国内を結ぶ路線で、ウィーン・グラーツ便は2011年10月18日、ウィーン・フィラフハ便は2011年11月7日から、 それぞれレイルジェットによる運転を開始、前者は2014年12月よりプラハに延伸され、主に D 編成が使用されている。世界遺産でもあるゼメリング鉄道線を通り、最高速度も時速160キロメートルと遅いため通常の特急と車両以外での変化はないが、将来的にはルートを一部変更して高速化を達成する計画になっている。 2013年12月からは一部列車の運転範囲がディエンツまで延長され、2017年からはベネツィアに延長された。その他、最新の運行経路や所要時間はドイツ語版を参照ありがとうございます。